Thank you.
すごい昔にすごい歌ってた、歌ってたとか演奏してたやつなんだけど、あ、そうそう、すごい久しぶりに復活して、なんか新しい曲みたいに聞こえるのはなぜならばベースに優子を迎えたからです。あの、満月祭ではおなじみすぎるかもしれないんですけれど、新月十日というバンドでね、あのベースボーカルをしています。アンドもうみんなファミリーなので、私がちゃんとカミングアウトしてみたいと思いますが、あのナナのパートナーです。なんていうのかな、目閉じたら全然違う世界が見えるって言ってたんですよ、亡くなる前日。もうすごいサイケデリックな世界が、でもう耳ではずっと電子音みたいなピピピピピピピみたいなのが聞こえてるって言って、もうだから半分あっちって 3.5 次元ぐらいのところで、で前日にスタジオに入る予定だったんですけど、急遽キャンセルになって、それで2人がお家に来てくれる時にね、突然もう意識を朦朧としてるのに、2人に話したいことがあるみたいな、まるで映画のような感じで、それでなんかいろんな話をね、それぞれにしてたんですよ。うん、そういう時だけはやっぱシャキッとしてね、なんか音楽の話、ラビラビの話、いろいろしてましてね。で、ちょっとこれからよかったらこっそり参加させてほしいなって言って、こっそりじゃなくていいやんって、いやちょっとこっそりねって言ってたんですけど。多分堂々と今日は参加してるんじゃなくて、よくは新月十日でもね、みんな歌を聴いてると思うんですけど、歌ももちろんボーカルも取れるので、これまで並べられたらまた違う、声の魅力、今までコーラスとかいうのねなかったから、ワンダフルワールドとかそういうやつだったからさ、ちゃんと音程あるやんみたいなやつとかやっていけるかなって思ってます。次の曲もずっとやってる曲なんだけど、これも歌が入るとなんかまたこれはこれで素敵だなっていう曲です。やってみたいな。
一生懸命支えてくれてたの。でもさ、ナナにとったって最強のパートナーを失っててさ、でもすっごい頑張って、そしたらやっぱり腰も弱しちゃって、柱がやっぱりボキッときちゃってさ、でもそんな中でこの日に照準を合わせてツアー中、新月10日もツアー中でさ、ろくにリハーサルもできなかったんだけど、でも一生懸命時間を作って作って作って合わせて今日に照準を絞ってきました。ありがとう、こちらこそだから。それでね、ピコが亡くなる前の最後のライブがあったんだけど、その時にね、私こんな話をしたんです。村上春樹さんが、インタビューっていうか、読者の相談に答えるみたいなやつがあってさ、で、その中でね、自分の旦那さんを、その方は交通事故で突然亡くしちゃったんだけど、もうこの悲しみどうしたらいいか分かりませんっていう相談だったわけで、中井春樹さんはね、それはとっても大変だったでしょうと、体の半分を持っていかれたような気がして、すごく大変なことだったと思います。自分に言えることは大したことじゃないし、大したこと言えないんだけど、心に大きな穴がぽっかり開いたと思う。でもその穴を無理やり埋めることはないんじゃないかと思います。その悲しみを埋めるために違うことをしてみたり、力んでみたり、頑張ったりするんじゃなくて、その穴はその穴のまま、自分が思う日常を日々コツコツと生きていくことで、その穴はいつか自然と違う形に、違う姿になってるんじゃないかと思います。そしてそれそのものが人が生きるってことなんじゃないかと思います、書いてあったのね。で、私は良い子と3人のお披露目みたいなライブだったんです。だからピコがいなくても、その穴っていうのは3人で埋めようとしないで、そのままにしておいて、きっと素敵な形になると思うってことが言いたかったの。まさかそれが最後のライブになると思ってなくて、まさかその言葉が自分を今日々そのまんまにさせてくれてることになるとは思わなかった。私毎日今1日1回歌う洪水です。でもベソベソ泣くことにしてます。そして声出して寂しい、もう嫌だとか、おいで来いとか、いろんなことを言うようにしてます。そのままにして、その穴もそのままにして、一体その穴がどうなるのか今はまだ全然わからないけど、でもね、震災の時、青森で震災にあったんだけど、ダーッて南に降りてきて、3月の最初の満月の夜に糸島でライブがあったんです、福岡県の、でそこでね、ライブをした時初めて、はあ、私足ついてるわって思ったんです。それぐらい震災から満月までの10日間生きた心地がしなかった。1回東京に帰ってきたけど、その時はもう原発が爆発してて、どんどん南にって、ちょうど決まっていた糸島のライブで初めて足がついてることが分かった。あ、血が流れてるってことが分かった。っていうか、血が流れ出したの。
今私このステージに立って同じ気分を味わっています。私はこの意味がある生ある世界を生かし生かされて生きていきたいと思います。よかったら何々のことこれからもみんなでやってください。お願いします。Thank you.
にないの。アンコールでやりますみたいなとかはできないんだけど、でも今日ちょっとここに来てさっきのディルダのライブ見たりとか、仲間のミュージシャンにいっぱい声かけてもらって、ちょっとすごい感激したから、これ今突然の思いつきなんですごい無茶ぶりなんですけど、ちょっと打楽器大会みたいなのやろうかなって、せっかくこのピコの太鼓をサックちゃん、ナナにちょっとお手合わせお願いしますよ。